折れた。柱を失った蜀は意気消沈し勢いを失った。慶州を得た呉は魏に借りを作った形となった。曹操は見事魏の優位を失わず時代への道筋をつけたのである。そして関羽の死から半年後、過酷な道を歩んできた曹操に平安の時が訪れようとしていた。慶州の多くは呉に帰したが、これで呉とは良好な関係を保てる。この間に蜀を討てば残った呉はなすすべがあるまい。もうよかろう、そろそろ休め。うん、そうだな。そろそろ波動を降り、曹孟徳という人間に戻るとしよう。書こうと。長い間ご苦労だった。礼を言う。何を言って詫びることができる。過去へ。すまなかった。曹操は言った。後を継いだ曹丕は官邸に対して位を譲るように迫る。帝にこうする術があるはずもなく、ここに義帝が誕生した。曹操が最後まで守り通した官邸をあっけなく廃した曹丕。これは父の世との決別を表すのか、それとも天下の誰もが曹丕の真意を測りかねていた。忠達よ、禅城の剣大義であった。我が君、これからは多忙な日々が続きますね。無論だ。私は新しき世を作らねばならない。私は父とは違う。私が作る世もまた父とは違うである。だがこれだけは言える。私がこれから歩く道は曹孟徳が歩んできた波動の先にある。